今年もまたここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。最強馬の称号をかけてワールドブリーダーズカップターフ、まずまずのスタートを切りました。先頭に立つのは何か。ソウルーブが先頭に立ちました。今日も WBC を狙い撃つか、世界を股にかける名馬チャウチャウチャウであります。4番ポストポンドが上がってまいりました。6番ナサニエル、ウィズアンティシペーションストラテジックチョイス。外から1頭2番セントニコラスアビー、その後ろでやりましょうか。7番ドルニア、8番グリークダンス、10番サンクラシーク、そしてそのうちにキーフェアハート、しんがりから3番ブラックディザイアであります。流れるようにレースが進んでおります。依然先頭ソウグループであります。これをマークするようにチャウチャウチャウ、内を通ってポストポンド、そしてその後ろから6番ナサニエル、それから足毛の馬体ウィズアンティシペーション、そして内からは1番ストラテジックチョイス、その外にセントニコラスアビー。12頭ライトアップされたブリーダーズブリッジに差し掛かろうとしております。その外ドルニア、この辺りちょっと離れている8番グリークダンス、その後ろ3馬身くらいあってサンクラシーク、そのうちに9番チーフベアハート、3番ブラックディダイア。どのように差を詰めていくか。先頭を行くソウグルーブ、半馬身リードチャウチャウチャウがかわしていきました。さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。大歓声に迎えられてチャオチャオチャオ、先頭内を通ってソウグルーブ、12番チャオチャオチャオがまだ粘っている。2番手にソウグルーブ、チャオチャオチャオが抜け出した。一発二発とムチが飛んでチャオチャオチャオが先頭だ。大外から強襲ブラックディダイア、ブラックディダイア懸命に追ったチャオチャオチャオが完全に抜けた。2頭火花が散る、火花が散る、負けられない岡部幸を譲れないレブーロ、非常に際どくなりました。